アマデウス IT グループは旅行会社、航空会社などの観光関連企業を顧客に処理システムや各種 IT ソリューションを提供する多国籍企業である。アマデウス IT グループの事業は世界的な流通システム、IT ソリューション事業エリアの2つの領域を中心に構成されている。国際的なネットワークとして運営され、アマデウスは旅行プロバイダーと旅行代理店へ、 リアルタイムで検索、価格設定、予約、発見やその他の処理サービスを提供する。IT ソリューション事業領域を通じて、予約、在庫管理及び出発制御などのプロセスを自動化し、旅行会社のソフトウェアシステムを提供している。グループでは、航空会社、ホテル、ツアーオペレーター、保険会社、レンタカー、鉄道会社、フェリー、クルーズ、 旅行代理店や個人旅行などの顧客のサービスで2010年に8.5億の請求可能な旅行取引を処理した。2010年4月29日にスペインマドリードの証券取引所に上場し、記号 AMS の下で取引されている。上場以来、親、会社アマデウス IT ホールディングズ SA がアマデウス IT グループの株式の99.7%を 保持する形態を取っていたが、2016年8月に、アマデウス IT グループは同社を吸収しこの関係を解消した。2012年12月31日に終了した事業年度において2.91ユーロ奥の収益と1.108ユーロ奥の EBTD を報告した。アマデウスはスペインのマドリードに中央サイトがある。フランスのソフィア・アンティポリス、ドイツのエルディング、 インドのバンガロールだけでなく、バンコク、ブエノスアイレス、ドバイ、マイアミ、イスタンブール、シドニーに地域事務所がある。市場では、アマデウスは195カ国をカバーし、173のローカルアマデウス、商業組織を通じて顧客の業務を管理している。アマデウスグループは世界中で1万170人の従業員を採用している。日本での営業は、 株式会社アマデウスジャパンが行っている。アマデウスはドイツのエルディングに独自のデータセンターを有する。2010年にはエルディングコンプレックスでは1日あたり5000万のトランザクションを処理している。平均して毎秒あたり9000のユーザデータクエリを取り扱い、3ミリ秒未満のシステム応答時間で99.99% 99の平均システム稼働時間を維持している。 アマデウスの世界的な運営はメインサイトだけでなくアメリカのマイアミとオーストラリアのシドニーの2大オペレーションセンターも含むまたドイツ、タイ、ポーランド、コロンビア、ウクライナ、イギリスの地元のコンピテンシーセンターも携わるアマデウスは2009年に37%の推定市場シェアを持つ世界的な旅行観光業界で最大の GDS プロバイダーである 2010年12月現在、9万以上の旅行代理店及び5万8千の航空会社の営業所は、世界中の社内販売と予約システムとして、アマデウスシステム等を使用している。アマデウスは、435の航空会社、29のレンタカー会社、51のクルーズ及びフェリーのオペレーター、280のホテルチェーン、8万7千のホテル、200の ツアーオペレーター103の鉄道事業者116旅行保険会社から予約可能なコンテンツへのアクセスを提供する。このビジネスエリアの主なサービスはアマデウスアルテア顧客管理システムである。これは航空会社の販売と予約、在庫管理と出発制御に対処するソフトウェアスイートである。航空会社の既存の IT システムとは異なり、 アルテアプラットフォームは共通の技術基盤及びソフトウェアをベースにしている。航空会社はコミュニティプラットフォームに自社の IT 業務をアウトソーシングしている。これにより航空会社のアライアンスとコードシェアパートナーの両方で情報を共有することができる。アルテアスイートは現在主に4つのモジュールで構成されている。2009年には航空会社が アマデウスアルテアを使用して238万人の乗客が登場した。アマデウスは鉄道会社、ホテルチェーン、空港事業者、グランドハンドリング会社の同様のシステムの継続的な開発とその IT ソリューション事業を拡張している。アルテア利用航空会社のアライアンスでのシェアは、スターアライアンスが65%、ワンワールドが67%、 スカイチームが50%である。日本発議路線を持つアルテア利用航空会社は21社である。全日本空輸は2015年4月より国際線予約システムをアマデウスアルテアに切り替えた。日本航空は2017年度をめどに国内線と国際線の予約システムプラットフォームをアマデウスアルテアに切り替える予定である。 2015年5月の調査によると、アマデウスは、ドッカーのオープンソースソフトウェアプロジェクトへの貢献に関与している。ありがとうございます。